はい、ルーツへ帰ろう第6回始めたいと思います。今回はですね、前回のスライドギターのね、話の続きで、いきたいんですが、今回からですね、ちょっとオープンチューニングをね、使ってみたいと思います。オープン D、オープン E っていうのがね、一つの塊、それとオープン G、オープン A っていうのがもう一つの代表的なチューニング、この2つの代表的なチューニングがあるんですね。アコギなんかはね、ちょっと下げてチューニングするオープン D が多いんですけども、今回エレキを使いますのでね、オープン E に上げますね。オープン D も E もね、こう1音違うだけですから同じチューニングなんですね。まずね、オープン E の場合6弦 E、 これはレギュラーチューニングと一緒です。で、5弦を B に上げてください。普通ラなんですけど、ラを C に上げる、ね、で、4弦もレなんですけど、これをミに上げる。このね、4弦5弦をまず1音上げてください。あとミ、C、Bになります。したら次、3弦はソのシャープにします。つまり半音上げますね。普段はソです。と一緒、レギュラーチューニングと一緒、1弦もレギュラーチューニングと一緒です。で、意外にオープン E チューニングですとね、この 1,2,6 弦はレギュラーと一緒なので、この、3弦4弦5弦の3本を変えればいいだけなので、意外に楽ですからね。平気の場合こっちの方がね、音が張るというか、あの弦の張りが強くなりますのでね、無駄に弦高を上げずにも、ギターのセッティングをね、あんまり変えずにね、弾けますので、結構おすすめです。はい、じゃあですね、まずこのオープン E っていうね、開放弦で、ね、この開放弦が E コードになるっていうチューニングです。ミーソのシャープ C という E コードの要素だけでチューニングができてるんですね。これをまず確認したら、最初どうしようかな、ブルースの方からいこうかな。ブルースのね、ブルースっぽい感じを出すマイナーペンタとか、が中心になるんですけども、スライドでよく使うブルースのポジション、これを覚えちゃおうと。1弦からいきます。7フレット5フレット3フレット0ですね。これだけでもなんかぽくなりますよね。7530、2弦は530で、3弦はあの、このソロシャープは使えません、ね。1フレット3フレット4弦は3フレット0フレット、もちろんたまにね、ソロシャープも使えますけど、これもあのプロト入っても構いませんけども、基本的にブルース、マイナーペンタにソロシャープ入ってないのでね、このローポジションで弾くときは意外にここ入れない、意外というかのマイナーペンタ通りに入れないんです。今みたいに入ってもね、これカントリースケールの方に入ってるんですけども、これと合わせた感じになったりとかしてね、フレーズ設定は悪くないんですよ。なんで、まあ、あの3弦の0もまあ使ってもいいよぐらいに思うといてください。そして、5弦の0、6弦も0、3、この1が使えます。で、このまあ、マイナーペンタには普通ね、フラット5とか入れてちょっとこうブルージーにするんですけども、それが6フレットになります。まあ、これちゃんと資料つけてありますので、その位置をね確認してください。2弦も同じ、そして3弦のこの2フレットにもあります。サード、これも入れる。ここももちろん開放弦もそうなんですけども、開放弦 D、 OK、 そしてつまりこのミの音である1弦4弦6弦1弦6弦の4フレット、
弦も4フレット。あんま低いところだね。やらないことも多いかもしれないけども、この6弦も4フレット入れながら明るい雰囲気だよ。それとちょっとハイポジションをね、ポジションはもう表がつけてありますから、こんなサウンドだよっていうのを聞いてくれればいいです。ポジションはそのついてる表の方を見てくださいね。一転してハイポジションになると、ここのソのシャープを使うことが多くなります。10フレット覚えてください。それとブルーノート、この2弦の11入れてくれたりするとかっこよくなります。これがフラット5っていうブルーノートですね。こんなのが一応スケールチェックってわけじゃないんですけどね、ブルースを弾くときに、まあいい、オープン E チューニング、オープン D チューニング、オープン E と D でね、このブルースを弾くときに使う位置になりますので、ここも参考にしつつ、まあでもスケール弾いただけじゃ分かんないよっていうことでですね、フレーズを弾いていきます。じゃあね、このブルーススケールを使ってねフレーズを弾いてみましょう。まずフレー1、中にハイポジションいって、フレーに行きます。フレーにはね、ちょっとこうね、E でずっとギャロッピングを混ぜながら行きますね。この方が、スケールがどんな風にね、この E でこう響いてるのか分かると思いますので。難しいっすっていう人はね、単音だけでね、まあ、逆に後ろに、ごめんなさい、こんなね、後ろにバッキングを録音して、それの上でで弾いてくれてもいいです。まあ、単音で弾くとね、こんな感じなんですけど、こうギャロッピングとかできるとね、このその場でね、一人でね、このいいコードに対しての響きが分かるので非常に便利。単音などちゃんと挟んで、ミュートでちゃんとこう挟んで、はい、このス
違うとね、普通にあの普段弾いてる原稿なので、非常にね今原稿が高くない状態、まあどっちか低めな状態なんで、たまに音がビビリってビビっちゃうんですけどね、できればスライド用のギターをね準備して原稿を上げとくといいんですけども、まああのギリギリね、こう気をつければできますので、その辺もね、まあ、環境がいろいろあると思いますので、スライド用のギターを使えないんだったらね、少しその中でも原稿の高いギターを選んで、押さえつけずにね弾いてください。はい、じゃあで次カントリーのスケールいきましょうかね、カントリースケールって言ってるんですけど、まあ、メジャーペンタ系ってことですね。どんどんいきます、まあ、これも今度はねさ、この間ブルースのスケールは 7530 だったんですけど、今度742になります。これだけでもっぽいですよね。そして次は5520、2弦は7520で、3弦はその回を使います、0と3、そして、このカントリースケールにはブルースっぽい感じですね。フラットサードが入りますね。4来た後で3、2で。ってことはこの4弦も。6弦も一緒です。このブルースの音はこの416弦の4フレ、あ、3フレットにあると思ってください。1,2,3 ですから、4度の音を入れてポップにすることもあります。これも146弦の、5フレットになりますね。じゃあ今度ハイポジション、これは129です。で2弦は12だけ、3弦は12と10、4弦5弦は129になります。ですよね、じゃあブルーノートの方がいきましょうかね。フラットサード入れると3弦ですね。12しかなかったのは10を使ってあげると、ブルーススケールで弾いたと同じようなフレーズになるんですけどもね、さらに4度は12の13も使えると13になります。この10もそう、これがね、カントリースケールの雰囲気です。じゃあこいつを使ったまたフレーズをね弾いていきましょうね、カントリースケールのフレーズ、まず単音からいってみます。明るいですね。
4弦で吐いて、急に飛んでこうです。カントリースケールっていうかね、この、ね、メジャーベンドの雰囲気をよく表してるかなと思います。じゃあね、フレーヨンでこのね、またギャロッピング E のギャロッピングに合わせて、コードに対してどう響くかをよりね、具体的に示してみたいと思います。ですかね、非常にこう明るくておしゃれですよね。このね、キャシャニフレットを指で押さえましたけど、バーの先端で、ね、こうのもいいので、そういう練習もしてもらえるといいですね。シトンニート、まあ、4で収めてるっていうか、シトンニート、シトンニート、メジャーセブンですか、ルートをメジャーセブンでトゥーってやるとまた渋いで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、
1弦の5がルートになりますのでね。それで8、2弦は1と3で、3弦は3、0で、この4弦、5弦、6弦はじゃあこれにやっぱちょっとブルースっぽくしたいなっていうことで、2弦のこの2を加えてあげるとベトリスが入ります。それと5弦のこの6、これでブルースっぽくなります。そして明るくしたいときはナチュラルサード、それと3弦のこの4ですね、3弦の4を加えてルートにあげた、3弦の5弦足ですから同じように5弦の4も、でしてね、明るくすることもあります。あとはハイポジション、ハイポジションはオープン E の時と同じでね、このマイナーサードじゃなくてナチュラル、あのこのね普通の明るいサードの方を使っちゃって、この12フレットを全部使えるようにしますので、ブルーススケールでもこのサードは明るい方を使います。そう、12、12だけで、3弦は12、10で、4弦は12、19で、12、10ばっかりなんですけど、2弦と4弦だけ変わってます。あとこの15もね、これもかっこよくなりますね。さっきこのねフラットサード、これが11なので、12、12、渋い3音割ったこの12、19、8、この8もそうなので、このブルース、感がより出ますのでね、それも覚えて、さらにブルーノート、フラットフィフスの方のブルーノートも入れます。それがこの11になります。これは1弦4弦6弦これが一応ブルーススケールになります。でこのブルーススケールでまた、フレーズを弾いてみますね。これは1と2と3、1と2と3、4、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 2と3、
15で。ね、ここと同じ音がここにありますので、大変なので、こっちは15使うこともあります。今度はベースが5弦になりますね。これが A になりますので、こいつをね、今度はギャロッピング、まあ、ギャロッピングの場合はこう5弦、6弦になります。またはもの、あの単音ベース、ずっとラを弾くみたいな形でちょっとこのね、コードを出しながら弾いてみます。で、途中に1回 D コードも入れますのでね、それでフレー6いってみます。
解ですよ。この12を連呼してチャーってこうねビブラートかけながら、使ってないのに、かっこいいですよね。これで6弦のベースにしてあげてください。で、そこからギャロピン始まるんですよ。こんな感じでベースのギャロピンになっただけ。次15取ります。ダーンまで来たらキーカットしちゃいます。ラフに弾けたりするとかっこいいんでね、ちょっと今ラフに弾いてみました。じゃあね、最後にこのオープン A でカントリースキル、まあ、メジャーペンタの方ですね。それいきます。常にルートが真ん中、そしたらドレミレドなのね。5 7 9 7 5、そして220、カントリースケールにはまずブルースっぽくするフラットサードを入れます。ルートがあってナインスがあってサードがあるんだからここですね。8フレット入れたり、3弦と5弦ね。メロディックにするってのがありますからね。それをここの、2弦の1フレット参考に、サウンド的にこんな感じっていうので聞いてみてください。で、あとハイポジションいっておきましょう。このも12球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 
この4弦と6弦が12級7も入ります。したら12級ですかね。2弦の11にブルースの音があります。プラスサード、このはみ出たとこ、この8フレットのとこに
フラッサーのブルーノートがある。で、あとは1弦、4弦、6弦の、この10フレット。全部同じ音です。かっこよかったりします。じゃあね、このオープンウェイでのカントリースケールでね、フレーズ弾いてみましょう。まず単音で1、ベースを入れたパターンの方が非常に雰囲気は分かりやすいと思うのでね、そっち行ってみましょう。フレオクターブがかっこいいですよね。4弦にベースが来るのでね、バーの先端が4弦に触れないように気をつけてください。そのまま4弦のベース、3弦のメロディーで、使ってます。フラットサードいてキューで12ペって決めたら次早いです。9、7、8、0、この一拍の中に入れます。4弦6弦でバーでハマりしちゃって、また1、2、1、2、この3弦のようにスライドして0をしてベースで、また3、2、1、2になってるんですね。3、2、1、2に対してドンダラドンブース、同じフレーズを2回繰り返して、後に3拍目の裏3で5、3で2、こういったらここからサードに飛ばしますので9フレットです。はい、こんな感じになりますね。これがカントリースケールね、ザカントリーというかね、この明るいんだけど切ない、そんな感じが出てたかなと思います。はい、ざーっとね、かなり1回でこのオープン E、オープン A 両方やるのは、厳しかったんですが、まあここはルーツで変えろっていうことでね、まあルーツミュージックにはこのスライドギターが多く使われてましたから、そこでのスライドの紹介なのでね、こんな雰囲気なんだよっていうのを覚えてもらうところでいいと思います。スライドについて細かいことはね、スライド講座っていうのをまたやってますからね、テクニックはそちらで、まあそれのサウンドバリエーションというかフレーズバリエーションとしてね、こちらも参考にしていただけると非常にいいと思います。で、いきなりね、この、ルーツで変えろから見た人はちょっといきなり難しいんじゃないかと思ったらですね、スライド講座の方を見ていただけるとね、またスライドギターのテクニックも上がってね、こちらも、楽に弾けると思いますので、まずはね、このスライドギターの世界にこうね、触れてそれを楽しんでもらいたいということがメインでございます。したらですね、最後にこのオープン A でのコードもねやっておきましょう。一応ね、5秒ずつ弾くんですね。
キース・リチャーズなんかこう6弦取っちゃってます。5弦がこれルートになってますね。A コード、そして何中フロのフレットも A コード、オープン G でしたらこれは G コード、オープン G とオープン A は同じ、チューニングです。オープン A の方が1音上がってるだけですね。これ A コード、また5フレットは D コードになります。したら今度はこの Am7 みたいに押さえて薬指つける、同じような押さえ方、同じような押さえ方ですね。それが丸々こう下がっただけです。オープンエコードが終わるときは10弦でも終わらないので3弦を弾いたいので、はい、なんて感じでやってあげるといいと思います。以上で大体こう必要なことは話したかなと思います。まあチューニングを覚えるっていうこと、そしてまあそこでよく使うスケールのポジションこの辺りかななんていうのを把握することで、ちょっと、フレーズを弾いてそのねチューニングとこのスライドの世界を楽しんでみるというのがね、今回の、目的ですのでね、急に弾けないと思ったらスライド5歳行って、簡単なフレーズからね、徐々に練習していってください。こういうね、まずこのルーツで変えろっていうのは、いろんなねルーツの良さをこう紹介していきたいっていうことが目的ですので、弾ける弾けないじゃなく、こんなへーとね、まずこんな世界もあるんだなっていうふうに、思ってもらえるといいと思います。はい、それではね、ルーツで変えろ第6回終了いたします。お疲れ様でした。